ター限定で体験メニューが選べるようになりました。私のおすすめは受付体験です。患者さんから診察券と保険証を受けたり、カルテコからカルテを探します。私のおすすめは問診票聞き取り体験です。問診票を書いてもらったり、現在かかっている病気はあるかなど書きます。私のおすすめは電子カルテ体験です。お医者さんと患者さんの会話を聞き取り、パソコンに入力をします。私のおすすめはお薬手帳と薬剤作成体験です。患者様に分かりやすいように 1日3回毎食後など書いて分かりやすいように作ります。私のおすすめはパソコン操作体験です。パソコンを使ってこのような院内ポスターを作成します。5月のオープンキャンパスは11日、18日、25日です。18日と25日はバスが出ます。来てねー。